肘は少し柔らかめに、しなやかにね、こういうような形に持っていく方がよりこう動物の歩き方にこう近いのかもしれませんね。はい、脱筋力整体師エイジです。今日はアニマルウォークをお伝えしようと思います。このアニマルウォークを、していただくだけで、かなり背骨の感性とか体全体のね、体の使い方っていうことにも、いい影響を与えることができると思いますので、ぜひね、最後までこの動画を見ていただいて、実践していただければいいかなと思います。はい、で、これまで、皆さんにお伝えしてきたんですが、猫エクササイズっていうね、この四つ這いになってその場でこう背骨をね、上下させるとか、それとか立行ですね、私はそんな出てこないんですけど、この背骨をね、動かしながらこの肩甲骨を引き剥がすっていう動きですね、その立行っていうのにおいてもこのアニマルウォークっていうのを入れていくと、この背骨の感性とか肩甲骨の剥がしっていうのも、同時にね、改善していくというかね、進化していく可能性ありますので、まだまだ私も実践中ですので、すごくうまくできてるわけじゃないですけど、ぜひね、これから皆さんと一緒にやっていけたらいいかなと思っています。はい、で実際に、やり方ですね、私なりにちょっと感覚をつかんだことを実感してるというかね、それをちょっと今日お伝えしていきたいなと思ってます。それはまず四つ這いになって、まあこうやって、ワンちゃんとかニャンちゃんとかね、まあ、野生の動物、四つ足の動物のように歩くっていうのを、まあ、やっていただくということなんですけど、これもただこう四つ足でね歩いてても、まあ、効果がないんですよ。じゃあどうするのかっていうことで、一番のポイントは腕のつき方ですね。はい、手のつき方ですね。はい、で一番分かりやすいのは、手がこうにつくとあんまこういい成果が出ませんね。それでどうしたらいいかっていうことなんですけど、指先が外側に向くようにする。はい、で、なおかつこの肘の内側部分ですね、曲がる方が前方を向くということを意識していただくということです。その時にもう一つの意識として、親指側に力が入るよりも小指側の方に力が入るっていうのをすごく意識してほしいですね。肘の内側が、曲がる側が前に行くっていうのと、小指側が、まあ、その反対になりますね、イメージ的にはね、その小指側の方に、意識を向けてつけるっていうのを意識してください。これでこう歩くで、まあ、家の中で広い方ね、お家が広い方はいいんですけど、私みたいに狭い人は下がってもいいですね、こうやってね、こういう形で。常にこう振り向きながら前向き下がると、こういう形、ついこう肘が伸び気味になってしまいますけど、肘は少し柔らかめに、しなやかにね、こういうような形に持っていく方がよりこう動物の歩き方にこう近いのかもしれませんね。はい、なかなか難しいですけどね。で結構注意点とすると、ついこう手に乗るっていうと、ここにすごく体重がかかりすぎちゃう人が多いんですけど、こうすると体っていうのは縮こまる方に動いてしまいますので、厳密なね、体の、まあ、武道の身体原理的にはあんまりいい動きじゃなくなってしまいますので、なるべく、つけてる部分っていうのはすごくね、柔らかく歩けるかっていうのは非常にポイントになります。すごくね、野生動物がこうしなやかにね、なんかこうゆったり歩いてる時の姿みたいなのをイメージしながら、優しくね、こう触れながら床地面をこう感じながらね、こう歩いていただくっていうのが一つのポイントですね。こういう感じ、こういう形ね、うん、一個一個丁寧な所作で柔らかく歩いていただく。でそれに伴って足も
同じです。足もグッて踏ん張ってしまったら同じことになってしまいますので、手と同じことになってしまいますので、なるべく手足も柔らかく、まあ、足って案外手よりはね、グッて持たれ、ここに持たれるって人は案外少ないと思うんですけどね、この四つ足になった時にね、まあ、立った時はすごく足に乗りやすいんですけど、この四つ這いになった時って足よりも、手に乗りやすい傾向がありますので、まあ、それでもね、足はすごく柔らかく、ね、足も手と同じような形で優しくね、あんま交換に股になったりとかせずに、触れてる部分をすごく丁寧に触れながら歩いていただく、こういうイメージですね。はい、まあ、ぜひね、結構これやってると楽しいですので、猫エクササイズとか立候みたいな、その場でこうやってるとどうしてもね、そこに居ついてしまうっていうかね、重心が乗りがちですので、自然な動きの中でね、この背骨の猫エクササイズの背骨の関節を高めるとか、それとか立候でね、肩甲骨をね、背骨から引き離すというようなね、肩甲骨の自由度をアップさせていくっていう上で、このアニマルウォークとかね、アニマルフローとかって言いますけど、これ非常にね、理にかなってるというかね、すごくいいエクササイズだと思いますので、ぜひ、お試しください。はい、今日はこんな感じで終わりにさせていただきます。脱筋力整体師エイジでした。